になっちゃった。マジだよ。しようと思います。ダメですよ。おっぱいが思いった番組なんだろうな、この番組。パーソナルダイエットジム、ネクストボディ、スイッチボディプレゼンツ、サンフレ女子が話す濃い話。濃いさん、私のこと知ってます？いや、もう全く知らないですよね。ですよね、はい、ですよね、はい、ちょっと自己紹介フリップを今日私作ってきたんですよ、はい、この日のために徹夜して。あ、そうなんですか。いや、それは嘘です、すいません。それで、じゃじゃん、題して浩二と久奈の知らない世界。なんか聞いたことあるタイプ。あれ、聞いたことあります。まあそれは気にされずにいきましょう。じゃじゃん、はい、サッカーに夢中になった女ということで、なんかいっぱいいっぱいね、こういうめくりになってるので気になりますよね。小学生から自己紹介するんだね。まあ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 、それはね、がっつりだわ。小学校ではですね、じゃん、知ってますか、フットベースボール。まあわかりますよね、はいはい、おまあそんな感じでやってて、まあ、すくすくと育ち、なんと突然高校生になりました。そこはないんですね。小学生から高校生行くんですね。じゃじゃん、山陽女子高校、いわゆる三女ですね、はい、三女に入学しました。〇〇を買ってもらえるという単純な理由で、さあ何でしょう。私らの世代で言ったら携帯とかですか、うん、正解です。一発で当たると思わなかった、はい、ということでですね、もう分かりますよね。ここはサッカー部に入部しました。なんと、はい、なんとなんと、これはね、何だったっけ、あ、そう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 、高校の時に全国大会に2回行ったんですよ。すごい。高校からサッカーを始めたって感じですか、はい、あ、そうです、本格的に。そうです、そうです、そうです。短期大学っていうところにまず入りました。はい、そこはそこは、まあ、厳しくて、まあ、毎日サッカー漬けの毎日だったんですね。そしてこの後どうなったでしょう。こう見てください、もう早く見せてください。ですね、じゃじゃん、はい、4年生大学へ。さあこの後は分かりますよね。何ですか、浩二さん。分かんないですね。4年生大学へ。あー、なるほどね。4年生大学変わったってことですか。あ、もう素晴らしい、久奈さんは。やばいやばい。あ、そうそう、編入学しましてですね、はい、まあまだまだサッカーやりたいぞという気持ちで、あ、これもまたね、いい記録が出ちゃったんですよ、はい、すごいですよね。すごい。で、現在広島でサッカーの盛り上げ隊長三村と言ってもらいたいということで、日々絶賛奮闘中でございます。言ってもらいたいんだ。盛り上げ隊長でいいんですか。盛り上げたい、盛り上げたいんです。盛り上げたいんです。こんな感じの自己紹介だったんだなって。普通の自己紹介かと思いましたよね。そうそうそう、はい、はい、ちょっと、すごいちゃんと可愛くて、もう、ね、知らない世界でしたよね。知らない世界でした。よかったです、ね、浩二と久奈の知らない世界。よかったです。すごいです。実は今日私たちがお気に入りの観戦ファッションのコーデを持ってきたんですね、はいはい、でそれを浩二さんにぜひ見ていただきたくて、はい、見てみたいですね。で、生着替えをしようと思います。生着替え、生着替えしちゃう。これはどういう番組なんですか。三村さんと私が生で着替えて、はい、はい、で、まあ、個人的にどっちのサンフレ女子コーデが怖いかとか、はい、そう、ちょっとジャッジしてもらって、はいはい、そうですね、勝った方には浩二さん、今後何かまた番組がありましたら、はい、サンフレ女子として推薦していただけたらと。これぜひぜひしますよ。やったー、はい、嬉しい。どっちがね、勝った方がですもんね、はい、勝った方です、そうですね、わ、はい、かりました。じゃあまずは私から
はい、着替えに行ってきます。森さん見ちゃダメですよ。こうなんですね。なんかすごい古いね。この感じが年代出たよ。年代が、ね、それでは行ってきます。バイバーイ。バイバーイ。このまんまじゃないですね、その紫。じゃあこっちで。いいですよね、紫。紫いいですね。ね、僕すごい気になるのはね、はい、やっぱサンフレ女子、サンフレ女子が好きな女性っていうのは、やっぱ選手、この選手を応援したいっていう方が多いのか、チームを本当に好きで、サッカーが好きで応援したいって思われてる人のが多いのか、それすごい気になるですね。結構サンフレのサポーターさんってチームごと大好きですよね、やっぱりこう、ね、熱くて温かいサポーターさんばかりですけど、なんか私の友達は本当サッカー分かんなかったんですけど、はい、のモリスの顔がタイプで、毎回連れてったら、はい、20万を過ごしてきて、なるほど、そう、なんか来てくれるようになった。その頃の推し面っていうか、でもアイドルじゃないんで、まあ、そうやっぱり、ね、チームとして、うん、その中でもやっぱりなんかこう気になるとか好きな選手がいますけど、はい、両方いていいのかなと思いますよね、うん、個人をね、こう嬉しいですね、そう嬉しいですね、うんうん、あーどうですか、まあまあ、これはどう答えたらいいのか分かんないですけど、なんかこれアピールなんでしょうね、なんかあの僕が見たいというよりかはね、あの映像で映し出されてるんで、そこ見せられてる、見せられてるどういった番組なんだろうな、この番組。初回なので、初回なのね、お色系みたいなね、ところも入ってくるんですね。姫野さん、はい、ちゃ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 ーん、あ、かわいい、どうだ、どうですか、ほらシンプルですね、本当ですか、すごくシンプル、急にエディオンスタジアムになりました。一番のアピールポイントはどこなの。アピールはもうサンチェですね。サンチェなんだね。サンチェがずっと見守ってくれるっていう。そういうことですね。はい、サンチェを上下に操るっていう、うん、そうですね、じゃん、さっき一回も野上選手の名前出なかったですけどね。浅野選手って言ったんですか。ちょっと隠れファンなんで、あんま言えなかった。あんま言えなかったですね、はい、似合ってます、すごい似合ってます、はい、よく言いますよね、はい、コージー。今のでこう手振ってくれると、僕もこう手を振り返る、あ、そっか、なんかあれでしたね、突然だったびっくりしました。じゃあ、佐野さん、はい、行っちゃいますか。覗いちゃダメですよ。あれ佐野さんもなんか古いタイプで、ダメですよ。ではちょっと行ってきます。同じ感じで行きましょう。で、番組から豪華なプレゼントもございます。パーソナルダイエットジムネクストボディスイッチボディさんより2週間で4回のトレーニング付きギフトカード3名様にプレゼントです。コージさんの直筆、はい、サイン入りということで、そうですね、後で、はい、サイン入れときます。入れるそうです。引退して結構やっぱ体重増えちゃったんですよ、はい、ね、体をこう、まあ、見た目というか、うん、そこをやっぱりキープしたいなっていう気持ちがやっぱすごく強かったんで、うん、あの本当にこう選手の時以上にあのすごく楽しんで、うん、こうジムの方に行かせていただけるんで、うん、
まあ、そこがすごく、はい、自分に合ってるかなって思いますね。すごくこう胸筋が胸の筋肉つきづらいんですよ。あ、そうなんですか。はい、なんか現役選手でいうと青山選手とか見られたことあります。たまにこうインフォーム脱いだりとかピタピタの着てたらすごいですね。おっぱいが胸筋がやっぱこう出てる方がね、やっぱりこうかっこよく見えるかなっていうか、やっぱり脂肪をね、体脂肪をちょっと下げたかったなっていう。あ、もちろん体重もそうですけど。今で何パーセントぐらい。今で、でもネクストボディの体重計で測らせてもらうときには11から12ですかね。すごい、はい、この番組はパーソナルダイエットジムネクストボディ、スイッチボディの提供でお送りしました。